静岡市が進めている歴史文化のまちづくり。拠点となるのは旧青葉小学校跡地に建てられる歴史文化施設。その最新情報をお知らせします。旧青葉小学校のあった場所は駿府城三の丸、葵文庫のあった場所でした。ここにどのような拠点づくりが行われるのでしょうか。歴史博物館としての機能と、あと市内の、観光の、促進を図るような施設として、町と駿府城公園の中間に位置します。町からお堀や桜を見ながら、城代橋を渡って施設に入っていくような、お堀と石垣の折れ曲がりの動線を感じながら、自然に展示室や建物の方に入れるような設計で進めています。具体的にはどんな感じになるんでしょうか。はい、まず1階部分には市民の皆さんや、子どもたち、あとは学者たちが一緒に歴史をテーマとした活動が行えるように、研究室ですとか学習支援室、市民活動室を設置して自主的な学びを支援していきます。またカフェやショップなども設置をしまして、歴史にあまり馴染みのない方でも気軽に過ごせるような雰囲気を作っていきたいと思っています。そして 2,3 階には展示室を設置し、基本的には家康公の一生を通して静岡の良さを感じてもらうということを基本方針としています。現在での準備状況を教えていただけますか。開館に向けて、資料の調査やあと収集、それとプレ展示の実施や、市民団体の皆さんや学校との連携を行っています。特に資料の収集に関しましては、家康公の甲冑の復元模造品の制作に取り組んでいます。また今川氏に関しては、来年生誕500年を迎える今川義元公とそのお父さん、そのおじいさんの木造の調査を行って複製品を、制作する予定です。静岡市民の憩いの場として親しまれている駿府城公園の活性化につなげようと、静岡おでんの専門店、おでん屋おばちゃん駿府城公園店が6月にオープンしました。店内には黒はんぺんや牛すじなど25種類のおでんが並び、飲食スペースもあり、おでんを通じて静岡の魅力を発信したいとお店の方は話していました。こちらは駿府城ラン&リフレッシュステーション。ランニングやウォーキングなどをする人のためにロッカーやシャワールームを備えた施設です。スムージーやサンドイッチなど飲食の販売もあり、交流スペースやカフェスペースを備えていますので、お買い物の休憩や家族や友人、仲間との交流にも最適です。どなたでも利用できますので、ぜひ立ち寄ってみてください。歴史文化施設駿府城公園など公園周辺が今後ますます充実していきます。誰にでも開かれた施設を目指し、施設を活用した歴史文化のまちづくりをみんなで考えていきたいと思います。